ハビエル・エチェバリー・ア・ロドリゲスは、スペイン出身のカトリック教会の司教でオプス・レイ族人区長であった。尊称、パドレ。ハビエル・エチェバリア司教は8人兄弟の罰師として1932年6月14日に、スペイン首都マドリードで生まれた。サンセバンティアン氏のマリア会の学校とマドリードのマリスト会の学校を通った。1948年に学生寮で、 オプスデーの若者と知り合った。同年9月8日に日常生活の中に生成を求める神の飯なし,しを感じ、オプスデーに加わった。法学及び、教会法の博士号を取得したが、大学はマドリードで始めて、ローマで続けた。1955年8月7日、被災に除海された。聖ホセマリア・エスクリバーの忠実な協力者として、1953年から、 聖ホセマリアの死去する1975年まで秘書を務めた。1975年、アルバロデル・ボルティーリョ氏が聖ホセマリアの後継者に選出されてから事務局長に任命され、1982年にオプスデーが俗人区として設立されたことにより、俗人区長総代理となった。1994年4月20日、オプスデーの俗人区長として選出され、 さらに聖ヨハネパウロ二世教皇により認証を受けたエチェバリーア氏は1995年1月6日に聖ペトロ大聖堂において同教皇より司教に除海された。最初から家族、若者、文化の分野の福音選挙を優先した。また、ロシア、カザフスタン、南アフリカ、インドネシア、韓国、スリランカなど16カ国もの国においてのオプスデーの 活動の始まりを推進した。オプスデーのメンバーと協力者の使徒食を促すように全世界を回った。移民、病人、見捨てられた人のための取り組みを励んだ。末期患者のための緩和ケアの何カ所の施設に特別な注意を払っていた。かて警視の旅や死牧活動にはよく取り上げた課題は十字架上のイエス・キリストへの愛、兄弟愛、 他人を使えること、恵みと神の言葉の重要さ、家族生活、教皇との一致などであった。聖座の劣勢昇進議員と最高裁判所に属した。2001年、2005年、2012年のシノドス、アメリカシノドスとヨーロッパシノドスに参加した。2016年12月12日、ローマで呼吸不全により死去した。ありがとうございます。